大湯沼というところに来ています。このように広く、湯の沼だということになっています。で、このように湯気が出ているので、確かに、暑いんじゃないかなって思います。そしてブクブクブクってその辺から、湧いてます。で、ただですね、そこに手を入れるとこあるんですけど、そこ入れたら、そこはあんまり熱くないんですね。だから、あの辺の温度がどれだけあるかっていうのは、これ調べてみないとわからないかなと思います。こうなって、遊歩道あります。向こうの方も、ブクブク水が湧いてるところがあります。はい、こういうところです。